もラメリーです。おっさんこと大3でーす。今回もやっていくぜファイナルファンタジー。イエーイ。ファイナルファンタジーじゃないんだよ、ドラゴンクエスト。そうなの？セフィロスが参戦するんじゃないんですか？いや違います違います。おっさんってドラクエやったことあります？ドラゴンクエストはゼロです。ああ、はい、なるほどなるほど。ドラゴンクエストゼロをやったことがあると。やったことねえんだよドラゴンクエストはよ。ファイナルファンタジー10はゲームオーバーが5回を超え、諦めりしたわけね。諦めりですね。大丈夫、ファイナルファンタジーもおっさんのこと諦めてるから。よし、さあやっていきましょう。メタルゲームということでね。メタルギアゲーム？違う、メタルギアゲームじゃない、メタルゲーム。メタルゲームかなんだ、ちょっとがっかり。はい、今回はこのメタル化のアイテムを大いにしております。はいで、最初から 80% 食らっていてジャンプができないというステージになっているので、まあ、ほぼ地上戦で、相手がね攻撃が当たるような感じになっております。メタルになっていた方が一応安全なわけですよ。はい、ただメタル斬りというね即死の技もあるんで、それもちょっと注意していかなきゃならんなというゲームになっています。おお、じゃああれか、メタル化した相手を積極的にメタル斬りなゲームだね。そうですね、まあ、普通に攻撃する分には OK。 普通に攻撃する分には全然 OK。よっしゃ、ボコボコにしたらスタート。よいしゃー、おらー、よいしゃー、まずいまずいぜ。ルイラ、あ、ルイラできない。あ、メタル欲しい、メタル欲しい、メタル、メタル、俺のメタル。そう、素の状態だったらね、そういう風になっちゃうんですよね。アストロン、アストロン、あれだ、ただのメタルだ。何も変わらないメタルだ。あ、待って待って待って、あ、メガテ、あ、メガテ。なんでこいつメガンテしたがるんだろう。なんだっけ、もう一個の強いやつ、マダンテ。あ、マダンテ使いたいんです先生。パルプンテ、あ、ちっちゃくなっちゃった。パルプンテちっちゃくなっちゃった。パルプンテちっちゃくなっちゃった。いいよ、あー、ちっちゃくなっちゃった。強いんじゃない？あ、メタルメタルメタル、あー、よっしゃー、強い強い強い。よし、あ、メタルギアあった。ピオリ、あ、ルーラ食、ただいま。よし、オッケー。メタルじゃねえてめえはよ、すぐに吹っ飛ぶんだよ。全然メタル来ないじゃん。あ、メタル来てる。よーし、いいぞ。メタルギリー。ああ、そういうことです。そういうことです。僕がやりたかったんですけどね、それをね。僕がやりたかったんですけどね、それを。本当は。嬉しそうだな。うん、動画になるからね。動画になるから楽しいよ。楽しいけど、俺がやりたかったの、それを。バクソ。ザキ、ザキ、あー、嘘、メタルギリ出たのに。よーし、マージンギリ、メタルギリー。俺が強くない？これ俺がそれやりたいんじゃん。俺がそれやりたいんじゃん。あー、メタルじゃない貴様だぞ、取るに足らない存在を。まずい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 。あーん、ルーラ、ただいま。メタルメタルメタル、オッケー。アストロンです。はいー。あー、しかもたらきで死んだ。あれ、結構面白くないこのゲーム。さっきのさ、アストロンですからのメタル切りはちょっと引きよすぎないですか？ちょっと失礼ですね。よっしゃ、じゃあね、正々堂々とやっていきましょうが、よろしくお願いします。正々堂々と。いやー、メタル斬り難しすぎるんよ。正々堂々と、やっていきたいと思います。はい、さようならさようならだね。はい、これがね、最強に強いんですよ、最強に。よっしゃー。当たるねー、メタルギリ当たるねー。でけえからな、俺が。でけえからな、俺がでけえからな。あ、やめてくれ、素のままの俺を攻撃しないでくれ。まだまあスピリットついてるから、その分だけ俺は強いはず。ね、あ、そう。おーし、うますぎる、うますぎる。このゲームにおいてアストロンは一番やっちゃいけない技だね。俺さ、スピリットつけてんだけどさ。スピリットつけてんだけど。おらー、うまい、うまい。よし、これで窮地を救って行くぜ。ザラキダメか。ああ俺のよいしょー。よしじゃあなくメタル化が間に合わない。メタルギリ間に合わない。おしよ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 し。あ、メタル化してる。いいね。あ、凍らない。うまい。ダメか。よしよしよし。思い出したように B 技を使っていく。でもメタルには届かない。よしよしよし。大丈夫なんだよ。俺はな、お前の腹取って。お前の攻撃を食らったとしても死なないんだよ。メタルヒリー気持ちいい気持ちいいでしょうね。もう俺のメタルがないぞ。俺のメタルがないぞ。メタル切り来い。マジで会心の一撃。ちょっと待って、俺さスピリット使ってんだぜ。スピリット使ってんだからもうちょっと勝ててもいいんじゃないですか。もうちょっと勝ててもいいんじゃないですか。あ、メガンテ。あ、違うなんだっけ、メガンテじゃないやつ。あいつ知識不足で全然勝てるわおおやる気かこの野郎。ほらあーメタルギアやったのに。相手はあと一機。危な。あと一機あと一機。メタルギリだー。あとはあと一機。落ち着け。ここでメタルギリ。よいしょー。ここでメタルギリよ。メタルギリよ。バッシャン。危ない。あくそメタルか間に合ったか。なりほう。あやばいやばいやばい。さようなら。これなりほうめっちゃ強いじゃんこのゲーム。ラリフォーからなんで連続メタルギリ引いてくるんですか。はい始まりましたということでね、最後のゲームがやってまいりましたよ。ザラキゲームということでワープゾーン入ったら死にますからよろしくお願いします今からザキザラキどっちかしか使っちゃいけません。でただしこのように当てやすくなっちゃうアイテムが降ってきますのでご注意ください。なるほど。そしてザキザラキがすぐには判別できないって。え、めっちゃ飛んでくるやん、そいつ。俺がハマるんか。俺がハマるんかーい。はい、オッケー。マジかー。そう、こういうゲームですね。あ、さっきやった。自分に返ってきた。ブラックホールってそんなことになるっけ。まあいいでしょう。許してやるよ。ブラックホール。ああ。足の先やで、今の。足の先やで。ほらダメか。危な。あ、ザラキ出た。ザラキ出たのに。あ、間違った。パルプン出しちゃったよ。おい自分でパルプン出しちゃったよ。うおー。あ、ザラキあ、ザラキあったのに。ほらあ、ダメか。でかいと通じないのか。え、どういうさ基準で聞くかがわからないよねこれね。一応確率ですね。パーセントが高ければ高いほど確率で。ちょっと待って。あれ？嘘だろ俺の穴がよ。ザラキ。やったー。難しいねこれね。特にザラキがね。ザラキ見逃し率 100%。いや知らんよそれは。知らんよそれは。おし。ああさすがザラキさん。いやケンパチじゃねえからね。ザラキのケンパチ。うまいなお前。それうまいな。ザラキ当たるこれ。あ、当たるんだ。ああ。よし、ラスト1機、ラスト1機。絶対勝つ、絶対勝つ。ここに来て俺は負けんぞ。ちょっとやだ。危ない、今打ち消したよ。あ、やばい、またザラキ。ザラキを見逃した。ザラキも効かない。そんなことありますか、ザラキ先輩。ザラキ先輩。俺にはザラキがついてるんだよ。ここでザキを引いていきたいところを。またザキを引いてきたー。はいということでね、特定の技ゲームっていうのをねちょっと考えてたんですけど、今回はメタルゲームとザラキゲームですね。クールーの方が強いよ山崎のザキじゃないから最後まで見てくれてありがとう。概要欄に Twitter とか載せてます。絡んでくれよな。ちなみに裏で流れてるこの音楽は俺のバンドの曲なんだ。バンドのチャンネルで公開してるから見に行ってみてね。ではまた次回の動画で。